続きまして浜口の公邸に移ります。ご指名をいたします。衆議院候補武井俊輔。仙台本部の事務局長をやらせていただくことがありました横田博でございます。皆様方のご協力によりまして滞りなく審議の方を済ませることができました。本当にありがとうございました。ただいまから、事務所開きに移らせていただきますが、これから先の進行は私の方でやらせていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは各団体を代表していただきまして4名の皆様方にご挨拶を頂戴いたします。まず、自民党県連会長、自民党第一選挙区支部選対本部長、中村光一様、お願いいたします。はい、皆さん、おはようございます。この前本読んでおりましたら、ただ一つ法律的に戦争ができるのはこの選挙だという話が書いてある。まさしく法律に沿えた戦争をするのは選挙だろうなと思ってございます。どうか一つ皆様方と一緒にこの戦争を堂々と戦い抜いていきたい、それで勝ち抜きたいというふうに思います。よろしくお願いします。続きまして、武井俊輔選挙対策本部長、日高義之様、お願いいたします。おはようございます。おはようございます。今回の選挙対策本部長を務めることになりました日高と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回の選挙、全国で一番厳しい選挙区、激戦区だと言われているこの宮崎第一選挙区、どうしても勝ち抜きたい、勝たせていただきたいと思っております。皆様方のご支援とご協力、そして自民党を応援する、来ていただく、すべての力を結集して勝ち抜きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてまた、先の案内になりますけれども、12月2日、7時から宮崎観光ホテルで決起大会を開きます。これは党本部から安倍総裁が大分1区と宮崎1区が全国でも有数の激戦地だこういうことで党本部から見えます。県連の要請で行ったわけではありません。そういう意味で応援に来られますので、ぜひその日は皆様方がお誘い合わせの上、宮崎観光ホテルは満杯になるようにご協力を賜ればと思っております。今回の選挙をどうぞよろしくお願いいたします。続きまして、衆議院議員九州比例区候補者、上杉道弘様、お願いいたします。おはようございます。おはようございます。皆さんご苦労さんでございます。今起こっている現象は政治離れ、政治不信、政党離れ、この状況下でこの戦いを進めていかなければならないのが武井さんや私の立場であります。今それらを払拭するために必要なものは何が必要かというと、私は3つあると思うんです。一つは信頼を、政治に対する信頼をどう取り戻すのか。信頼を取り戻すためには責任を持った政治を取り組んでいかなければなりません。一つで、三つ目には期待のある政治を取り進めることであります。
今大変景気が悪うございます。雇用もない。一番苦しんでおるのは建設業の皆さんであり、商店街の皆さんであり、一般の国民生活をしておる人たちであります。この景気状態、雇用状態、そして社会保障の財源も見越して、消費税だけではどうにもなりません。二つ政策的があります。一つは財政出動における公共投資であります。自民党は安倍政権の下、10年間で200兆の国土強靭化対策を打ち出そうとしております。私の言っておる国土保全論と一緒であります。今1年間で災害が日本40兆円なければ対策ができません。それは後追い予算であります。それのない国を作るためには国土保全をしっかりすることであります。もう一つは金融における一つの全体の産業や経済に対するこの金が全体が回るということであります。それを自民党は金融緩和という形で国債も日銀に買わせる、そして中小企業を守る、働く人を守る、こういう政策を打ち出しているわけでありますから、何としても武井候補にはその政策を進めるための一人の政治家として送り出していただきたい。今日お集まりになった皆さんと一緒に、私も一緒に戦います。明日は私の後援会の代表者会議をここで開きます。いっぱい集めて武井さんの当選を目指して一生懸命、上杉後援会も日高選対本部長、横田事務局長を送り出しておるわけでありますから、頑張りたいということを決意を申し上げまして、ご挨拶といたします。ありがとうございました。車の移動をお願いしたいと思いますが、宮崎330、その2282、赤の23、リーフだと、どの車のお持ちの方、バイスクが出なくて、お待ちしておりますので、よろしくお願い申し上げます。すみません、続いて、リーフしました。はい、続けさせていただきます。続きまして、武井後援会、優春会会長、野崎慎一様、お願いします。皆さん、おはようございます。今回の選挙は本当に厳しい選挙であるわけです。選挙を契機にですね、皆さん、大いに頑張っていくでありますので、よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。それでは、衆議院議員候補者、武井俊介がご挨拶を申し上げます。おはようございます。今日は本当に朝早くからこのように盛大にお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。また市議会、それから民議会並びに市議会は議会中でございまして、本当に議会公務の忙しい中、民議会の皆様、また山田議長をはじめ宮崎市議会議員の皆様、本当にご多忙の中ありがとうございます。また今ご挨拶いただきました上杉一郎候補でございます。先生も一緒でございますので、候補にも本当に今までその1年、半私部長になります立ちますけれども、本当にご指導いただき、また今回も日高本部長、横田本部長はじめ本当に皆様にも力をお借りをいたしまして、このような形で進めていただくことができるぞと思って感謝を申しております。本当にここまで来まして、今言いますことは、やっと仕事ができる、やっと働ける機会をいただけたということでございます。1年半浪人をしてまして、何が大変だったかといいますと、まあ、お金とか地位がなくなったことを県会議員辞めましたので、そういうこともありましたけど、人の役に立てないというのがこんなにも辛いことなのかということを思っていました。また言えば朝から晩まで
1から10までお願いをするのが私の仕事でした。しかしそれでも本当に多くの皆様がお支えいただいて、そしてまたこうしてお募っていただく、あちこち回ってます。昨日も今日も見えますが、あの安木さん、また住吉の皆さんに住吉や京都をずっと連れて回っていただきました。街頭でもそうですが、あちこちで言われるのは、自民党を応援する方の言葉の前には必ず一言つきますね。やっぱり自民党ということを皆様おっしゃいます。私、このやっぱりという言葉、すごくいつも胸に響くんです。やっぱりというのは、今まで私自分たちが生きてきた人生の中で信じてきたもの、まあ、前回はああいう状況の中でちょっと浮気をしてしまったけれども、やっぱり私たちのこの宮崎で生きる我々の思い、価値観というのは、この自由民主党の中にあるんだということが、多くの皆様の心の中に、なんて言いますか、まあ、ウイスキーをこう樽で熟成させるような、ふくふくとしたようなもの、そういうものが、この宮崎地方にはやっぱある。私はそういう、この宮崎で、まっとうに生きて、そして期待に合わせして働く多くの皆さんの思い、気持ちというもの、それを声にして形にしていくのが私たち自民党なんだということを改めて、まあ、感じながら活動をいたしております。そしてまた今日は県会議員の奈良時代から応援してくださる皆さん、そしてまた同級生の総集会の皆さん、多くの皆さん、そして何よりも夕食会の会長をお引き受けいただいた野田会長をはじめとする皆さんにも多くお越しをいただきました。本当に野田会長が、まあ、今までこんなにずっと政治をしてきたわけじゃないのにということをおっしゃっていただきながら、本当にいつも毎日毎日課長のお時間をお借りして、あの漬物の売り上げは大丈夫かなと思います本当にいつも勝手を言っております。本当に今までそういった政治に関わってない方も、私の思い気持ちというものの中で一緒に新しい宮崎を作っていくという中で、多くの皆さんが関わっていただいている、そういった自民党の今までのやっぱりの思いと、そして私だったらという応援をしてくださる皆様の思いを、車の両輪として今回の選挙に私は臨んでまいりたいと思います。本当に今、先ほど吉木先生からもございました、政治不信ということが非常に強く言われます。ここにお集まりの皆様は、本当に政治のさまざまな現場でいろんなお声をお聞きになってらっしゃるだろうと思います。本当に私にとりましては、本当に投票率を上げる、皆さんにまず選挙に行っていただくということも極めて大事な戦いの一つであります。誰がやっても変わらんじゃないか、何をやっても一緒じゃないかということをどう乗り越えていくか。私は宮崎で生まれて、宮崎で育って、宮崎の会社で働いて、その中で政治を志して県民になりました。国の官僚さんや東京で見てきた視点だけでは見えないこと、聞こえないことが私には聞こえると思っています。私には見えると思っています。これからの日本の地方と言われるところ、県議をやってずっと回ります。本当に人がこれから暮らして生きていけるのか、本当に経済的に厳しい方がたくさんいらっしゃる現場も見てまいりました。なんでこんなに一生懸命ハウスやってるのに原油が上がってこんなに収入が減るのか、なんか悪いことしたってやろうかといったようなことを言われることもあります。政治がそういう本当に真っ当に生きる人たちに寄り添えなければ、誰が公のために働きましょうか、誰が税金ちゃんと払いましょうか。私はそういう真っ当に生きる、真っ当に地方に生きる人たちが日本に生まれてよかった、生きてよかったと思える国を作っていかなければならないと思っています。
海外に行かれた方はお分かりかもしれませんが、パスポートを持ってですね、外国に行くと、その国は、人はいろんなこと言われますけど、日本人は大概笑って入れてくれます。そういった先輩方が培ってきたこの国をしっかり守り、そしてまたこの宮崎をしっかり政治をまとめ、高い政治の光がもっともっとこの宮崎にも注ぐように、江藤先輩、武川先輩、今日そばにお越しいただいています松下先輩、そして中峰前市長も今度自民党の公認候補予定者ということになっております。この4人の偉大な先輩方の姿を追いかけながら、この宮崎一区しっかりまとまって、そして5年後、10年後、20年後、あの時時計を選んで宮崎の政治も変わったと、宮崎もまとまっていろんなことができるようになったなと、次の世代に必ず思っていただける、そういう爽やかな戦いをしてまいりたいと思います。行き届かない点ばかりであろうかと思いますが、何卒12月16日皆様と一緒に万歳ができますよう、死ぬ気で頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。それでは皆さん、ここでですね、今度の選挙を必勝を期して、皆さんと一緒に頑張ろう三賞をさせていただきたいと思います。頑張ろう三賞の本土は早春会の岩木拓也様にお願いございます。皆さんご起立をお願いします。お願いします。皆さん、おはようございます。今日私ですね、気持ちが熱くなりすぎまして上着を不満なってよろしくお願いします。まずは、お詫び申し上げます。私と武井候補は、学校こと違いますが、同級生でございます。皆様からしてみれば、息子、もしくは兄弟という、年齢かもしれませんが、ぜひですね、この若い力を、国に送り出してやっていただきたいと、思っております。それも、ここにお集まりの、先輩方、吉井先生はじめ多くの先輩方がですね、力があってこそだと思っています。ここ16日まで本当に短い時間かもしれませんが、明日が選挙日だと思いながら、皆様一日一日をご協力いただければと思います。それでは、力づく、そして大きな声でご唱和願います。武井候補、当選目指して頑張ろう。16日の投票日まで皆さん方は精一杯のご支援をいただきますことを心からお願い申し上げまして、本日の事務所書きを閉じさせていただきます。なお、市議会議員の皆様方は打ち合わせがあるということですので、しばらくこの場にお残りください。今日はどうもありがとうございました。